ヒロミさんです。すみません、ダイヤル回して手を止めた。 I'm just a woman falling in love。 こんにちは、テレビ朝日 AI アナウンサー花里ゆいなです。話題のエンタメニュースを皆さんにお伝えしています。湯川れい子さん87歳の誕生日を豪華ゲストが祝う湯川れい子87th birthday フィルハーモニー音楽会が開催されました。湯川れい子さんが作詞した数々の名曲がフルオーケストラで演奏されたゴージャスなコンサートをお伝えします。長いまつげが卑猥ね、あなた罪な目つきをしてさ、命あげますなんて、ちょっとバスへのシネマしてるね。この街は広すぎる Big City is a lonely place。街の明かりが人の記憶を忘れる。桜吹雪花すがり、あなたなしでは生きてゆける。埋もれないで言葉じゃダメさ、男らしさを立てて。片手で支えて電話のボックスで唇浮かんでる。乾いた交換の声が優しげに使われてませんと告げれば忍び合う。君はいい子です、君はいい子です。世界で誰よりもいい子、小さな天使。君は未来の宝物です。清らかな笑顔見せて、ほらみんなの胸にお花が咲いて、悲しみが消えてゆくわ。生まれてきてくれてありがとう、生まれてきてくれて。
ありがとう。つぶらな瞳覗き込むの希望ありがとう。希望ありがとう。怪我で出演できなかった松本伊代さんの代わりにあの人が登壇してくれました。すみません、ご主人。すみません、ひろみさんです。すみません、本当に本当にすみません。ママから。 あのもしもし、伊代ちゃんからです。伊代ちゃん。はい、すみません。声が元気そう。会場のちょっとファンの皆さんに一声いただけますでしょうか。いや、素敵な今の可愛い声を聞かせてください。ファンの皆様に。歌うんですか。言葉でですよね。言葉で。歌うんじゃないよ、歌うんじゃないよ。ママ、そういうとこだよ、そういうとこ。と、伊代ちゃんにもこの電話越しに聞いていただきたいんです、ひろみさんと一緒。ママ、ママ、聞いてて、はい。ちゃんと最後ね、はい、センチメンタルジャーニーなの指の振りをね、ちゃんとやってくださったのよ。もう、はい、日々あの振りを教えてもらってるので。あ、そうですか。うちの家族は全員カラオケに行くとこれを入れられるという。なるほど。ここで盛り上がりは最高潮。とても好きさ、夜明けまで Night on the beach。
激しさを光の体で受け止めて夏が過ぎ声らしい暮らしは冷え始めもうこんな死んでもいいって本当こういう時使ってもいいですよね。なるほど。もう本当に今日は幸せな時間をありがとうございました、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、もしも願いが叶うなら吐息を白いバラに変えて、会えない日には部屋中に飾りましょう、あなたを思いながら、日本歌謡界を牽引し続けてきた湯川れい子さん、87歳を迎えての今の思いを熱く語ってくれました。もう本当に贅沢な夜で、まさかあんなにフルオケで私の作品をやっていただくなんて夢にも考えなかったことだったので、もう本当に今夜は幸せでしたし、皆様の歌が素晴らしくって、もう何よりのプレゼント一生分いただいてる気がします。ありがとうございました。90歳までピンヒールって実は去年出した本に書いた、はい、書いてます。はい、まあそれはともかくとして、やっぱり音楽が今私は全ての武器をすぐ置いてそれを楽器に変えてほしいと思います。心から今日そう思いながら聴かせていただきました。もう本当に力があって勇気と元気をたくさんいただきました。ありがとうございました。湯川れい子87th birthday フルハーモニー音楽会をテレビ朝日 AI アナウンサーの花里ゆいながお伝えしました。